え、キャンさんこんばんは。キャンさんいないから。謎足しだから。名前が出るとギャラ払ったりとかのオペレーター代みたいなの払わなきゃいけないんで、規定があるんだよ。だから謎足なの、ボランティアだから。マジで、ね、マジだよね。よろしくお願いします。マジだよね、これ。本当に。はい、じゃあこの後はね、FM 避難の方で、お願いします。もう一回ね、もう一回、いや見せますけど、はい、FM 避難、ね、こっち、FM 避難こちらの方でお届けしますから、よろしくお願いします。それじゃあ皆さん、またの切り替えて、みんな切り替えてね。キャビーチさんもそれからゆきちゃんもね、ゆきちゃん早く FM 機能が来て、おつおつって言って。キャビーチさん早速おつおつ言ってますよ、うん、はいはい。いや、この間さ、はい、沖縄のあの平和の石地、平和の石だよ。あそこ山切り崩して平らにしたとこじゃん、はい、あそこで何人も死んだっつって、ここが心霊スポット、うわ、空気が動いたとか言って配信したバカがいるんだよ。あのバカ野郎、今日もう地上波で叩くよ、地上波で、うん、え、マイク、そっちのマイク1でいいの？あ、はい、1番だと思います、はい、今どうですか、光ってますよ。ここはうどんの株中い、違うか。ミニチリボジュータ。そう考えると首里城の方が全然心霊スポットだな。そうですね。っていうかあそこ本当にさ、はい、あれだよね、あの沖縄戦の時めちゃくちゃ死んでるもんね。本当にそうですよ、あそこ一番激戦区ですよ。あそこだけで、だってあの周辺だけで1万人ぐらい死んでるよね。かかず高台とかもそうですよね。かかず高台はね、まだね、1万人ぐらい、5000人ぐらい埋まってる。まだ、中に。うわぁ、うん。はいよー。はい、秋丸さんもどうもでーす。今ね、これ、地上波もすぐ流れてますけどね。このマイクの今、喋ってることは入ってませんので、皆さん、どんどんなんでコメントの方、ツイキャスでコメントいただけるとね、どんどん喋りますので、よろしくお願いします。そういうわけでね、今ね、バックで流れてる曲がこんな感じです。夜明けの毎週金曜日、ゴールデン曜日のゴールデンタイム、金曜日の午後8時からお届けしている FM ギノワン 79.7MHz FM ギノワンでお届けしていますのは、アニマ兄貴のクールジャパン沖縄でございます。まあ、いつもね、謎アシスタント、はい、今日さ、ちょっとさ、いつもさ、はい、発泡酒3缶飲んでくんだけど、今日2本しか飲んでないから、はい、ちょっと噛むから、ちょっとろれつ、ちょっと回りきらないかもしれないから。逆じゃないですか。逆じゃないんだよ、カラオケでもそうじゃん。あ、アルコールで湿らしてると、喉結構痛んでも、はい、ずっと声出るじゃん。そうですね、開きますからね。そうなんだよ、うん、血行が良くなるから、はい、あ、でもさ、喉の血行とかさ、首から上の血行ってさ、はい、アルコールってめちゃくちゃ良くなんだね。そうです、そうです。だから顔赤くなんだよね。そうです、そうです。なかなか不思議だよね。はい、ただ頭の方の頭部の方の血圧、血流が良くなったからってさ、はい、いい人ばっかりじゃないよね。そうですね。ね、血管プツンとかね、そういうのもありますからね。注意してください。ね、はい、そういうわけでね、アニマニキのクールジャパン沖縄、今からね、7時26分までお届け、あ、7時じゃねえ、8時26分までお届けします。なんでこういうときに謎アシスタント突っ込まねえのよ。あ、すいません。ね、はい、そういうわけで、この番組は、地上波 79.7MHz 以外にも、インターネットの方ではツイキャス、そして、ユーストリーム、それからサイマルラジオ、はい、それから何ラジコ、そうですね、リッスンラジオです。リッスンラジオ、サイマル放送、リッスンラジオの方で、コスンラジオじゃなくてリッスンラジオです、はい、うん、の方で、サイマル放送がお聞きできますので、でね、さっきからさ、スタジオの外、あっち側、はい、西海岸の方、はい、雷鳴ってきてんだよね、だんだん近づいてきてんのよ。そうなんですか、これ降んのかね、これ。あ、でも今日夕方すごい大雨とか降ってましたからね。ごめん、俺その時、宜野湾のコンベンションシティあるでしょ、はい、あそこでね、
あの俺あの試食のね食べ物を配ってた。食生活改善推進だから今日あのギノワンのコンベンションシティで、はい、ギノワン市主催の食生活改善推進キャンペーンっていうのが今日やってて、はいはいはい、あの朝から、5時までやってまして、で俺もギノワン市の食生活改善推進だから、あのもう並みいるギャルと一緒に、俺以外全部全ギャルだから。ギャルと一緒にですか。俺より年上のね。あ俺よりもう10歳20歳年上のギャルと一緒に。先輩方と。そう大先輩方とね。梅干しとか言っちゃいけない。うん、そんな感じで今日お届けしている1曲目はクレイジーケンバンドでコバルタワー。また雨雲出てるんですね。パッパって光って残分線のように動いてるみたいね。よくありがちなパターンだよね。そうですね。コネ降ってない残波岬のさ、ガンガン落ちててすごい。あれよく見るよね、コネから。そう、ここよく見えますからね。はい、そういうわけでね、本日1曲目でお届けしたのはクレイジーケンバンドで、コバルタワーでした。俺ね、あの実は昔、知ってたっけ、あの横浜方面にある FM の放送局で、あの MC やってたんですけど、喋りやったんです。その当時ね、あの俺がやってた MC の番組 の, あの本当はメインはこのクレイジーケンバンドの、まあ、リーダーのね、横山さんという方がね、はい、やってる番組の中で、あの俺も喋ってたの。あ、そうなんですか。そう、2時間番組のうちの1時間から、まあ、30分から、大体普通は平均45分なんだけど、はい、その部分を俺が任されてて、あとはね、あのんとかんべい、なんとかっていうとこでね、そっか、オーハークレイジーケンバンドコバルトアワーとか、そんな感じでね。違うな、今日この間よりうまくないね。喉でまだ調子上がってないですか。ダメ、ちょっとね、一気に飲んでね、まだ回ってないんね。ストロング系とかが今いいらしいですよ。何が。あのチューハイとか。缶チューハイはダメ。あ、そうなんですか。やっぱ俺、作りたてとかのチューハイの方がいいわ。あ、まあ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 、確かに生で飲むのがいいですからね、うん、お前何でも生好きな俺もさ、俺ゴムアレルギーなんだよラテックスアレルギーで。え、ゴムアレルギー、ゴムっていうかラテックスっていうか、ああいうのがピタッてくっつくと、はい、あの実際には自分の汗でかぶれやすいわけ、はい、汗もとか。あ、そうなんですね。そうそう、だから今もさ、頭なんかもそうなんだけど、はい、もう自分の汗でかぶれるから、汗かいて起きたらもうすぐ洗わないと。でこんだけ長いと毎日毎日全部洗えないから、もうそのなんていうの、生え際だけ全部洗ったりとかしてるんだけどね、はい、そういう感じで洗ってるんだけど、それでも汗もとかできやすいんだけど、かぶれたりとかしても痛かったりとか、もう管が、はい、うん、ゴム使うとね、うん、まあ、何の話してるのかって感じでございますけどそういうわけでね、はい、ツイキャスのでね、いろいろねコメントいただいております。どうもありがとうございます。チャビッツさん、おつおつ、どうもこんばんはです。発育の良いギャルと食いの話か。発育の良いギャル、発育というかね、まあ、年代ものね、そんな感じですね。それから、高松マリーさん、こんばんは、こんばんはですね。エビゾ、うん、そういうね、YouTube とかね、ツイキャスにね、うん、配信してるやつがいるんだけどね、今日はね、この地上波で、その人について結構非難したいと思います。うん、あのもしね、あのやってたら、あのもしね、その人がね、あのやってるとしたらね、この FM ギノワンのね、あの、ぜひ放送見てくれと。ガンガン言ってください。よろしくお願いします。秋丸さん、はじめまして。こちらではじめましてですね。洗い流してきた、応援してるよ。あ、何を洗い流してきたのか分かんないけど、多分ね、過去のね、彼とのね、あのいろいろそういうものを清算してきたんじゃないかなと思いますね。う、違うから、ツッコめ、ね、ツッコめ。シュープリームシュープリームさん、こんばんは。いつもどうもありがとうございます。こんばんは。いろんな番組で見ますね、はい、あのシュープリームシュープリームさん、この間一番びっくりしたのはね、 FM小座の番組で、はい、なんかここで話してることと全然違うことがさっと出てきて、ね、おっとか思ったんですけどナイスよろしくお願いします。ゆきメロディーさん、きたきた、来てるよ、うんうん、こんばんは、どうもよろしくお願いします。それからね、いおりさん、マフィア合わせ募集中。マフィア合わせって何なんだろう。どうぞどうぞ。ちら、こんばんは、どうも、こちら、ありがとうございます。マフィア、あ、おそ松さん、おそ松くん、おそ松様、
わかんない。俺なんかよくわかんないんだけど、まあ多分そういうのだと思います、うん。はい。コスプレの話題だと思うね。そうですね。で、今日のあれ、はい、なんだっけ、今日のテーマは。沖縄を勝手に心霊スポットにしない。うん、そう。今日のね、もうあれですね、テーマは沖縄を勝手に心霊スポットにすんなボケガスっていう話でね。うん、沖縄県内、例えばね、この辺だと、まあ、うちも茶壇とね、宜野湾の境目に住んでますけど、沖縄でさ、例えば一番人が亡くなったところってどこだと思う？首里じゃないですか？っていうか、那覇だよね、はい、だって、那覇のさ、すごいところはさ、防空壕に避難してた頭の上をバンビュンビュン艦砲が、艦風のなんだっけ、艦砲の鉄の、はい、鉄の破片を食わないようにって打ち殴っちゃうじゃない、艦風の鉄座、はい、はいはいはい、くなんだっけ、クラワンチーだっけ、なんだっけ、はいはいはい、そんな感じの、ね、匂いになってますよね、あるよ ね、はい、あるね、そのぐらいすごいんですよね、艦砲射撃で。で、あの時の艦砲射撃はすごかったよ、もうものすごい人死んだよなんてね、うん、証言する人が生き残ってないんだから、中は、そうでしょ、うん、そうですね、その様子を見た人いないんだもん、見れてないんです、そうです、もう1ヶ月近く洞窟の中にいました、出てきました、みんな何もなくなってましたね、はい、だいたい本当に冗談抜きでね、一番すごいのがね、那覇ってどうしてあんななだらかな地形なのかって、あれ艦砲でさ削られたんですよ、艦砲射撃でさ削られてなだらかになってるっていうさ、とてつもないよね、うーん、ね、そういう事実ちょっと分かってんのかなっていう、想像絶しますよね、想像絶する、だってね、だって何十万人っていうか十何万人死んでるわけだけど、はい、亡くなってるわけだけど、そのうちの半数はもう多分那覇だよね、うん、だってそれは平和の礎見てもさ分かるじゃない、はい、名前見たらもうとにかく那覇の方のね恐ろしい戦いっていうか、うん、例えばまあ軍人同士の戦いで一番亡くなったところっていうのはまあね、いろいろ、例えば浦添とか、はい、それからあとどこだろうね、最後追い詰められて悲惨な亡くなり方したとかいうのはやっぱり糸満だったりとかするけれども、はい、やっぱり一番もう証言する人がいないぐらい亡くなってるのは浦添のね、那覇側だったり那覇だったりするわけだよね、うん、ところがつい先週なんですけれども、このやっぱりこの放送もツイキャスっていうのが流れてるんですけど、そのツイキャスの配信者っていうね、はい、人間が沖縄に来て、うん、平和の礎、平和の礎ってありますよね、ありますね、あそこはもともと山だったところを削って平らにして、はい、それでもって、それでね、戦争で亡くなった方、沖縄戦のね、地上戦で亡くなった方、どの 国のね、国籍、ね、うん、出目を問わず全部名前をねあそこに、まあ、書いているという平和の礎というところがあるところ、はい、平和記念公園でしたっけ、平和記念公園です、ね、はい、でそこをですね、ここが人がいっぱい死んで幽霊がさまよっている心霊スポットだなんてね、ツイキャスでね配信したやつがいるんですよ、これね、これなんでね、ごめんなさい、申し訳ないんだけど、なんで沖縄のニュースとか新聞とかテレビは取り上げないんですかねっていう、そのね、配信の、まあ、自分はね、もう生で見てる最中にもいろんな方から電話いただいて、見て見てって言われたんだけど、それをね、無視してたんですけれども、ただ、終わった後に、飛ばし飛ばし見てたんですけど、いろんな人がコメントで、そこは心霊スポットじゃない、そこで死んだ人はいない、その近くで亡くなった人はいるし、その奥の崖の方で飛び降りた方いっぱいいますよね、はい、有名な話です、あと有名な話です、もうだってフィルムにまで残ってて、米軍がそのフィルムを公開して流してるわけじゃないですか、はい、カラーで、ところがその手前にある平和の象徴であるところ、これね、はっきり言います、はっきり言います、はっきり言います、長崎とか広島にある原爆の記念館ってありますよね、はい、そこ行って、ここに亡くなった人の、ね、証拠がいっぱいあります、ここ心霊スポットって言って興味本位で夜中に行って配信したりとかします？いや、考えられないです、ね、考えられないでしょ、同じことやられたのにね、沖縄県民黙ってんだよ、うん、何やってんの琉球新報、沖縄タイムス、何やってんのよ RBC さんも、うん、
何やってんのこれ。広島とか沖縄ね、広島とか長崎だったら大変だよ。原爆記念館とか原爆記念公園とか原爆ドーム行って心霊スポットですって言ってね、何万人もの人間にね、そんなことやられてなんで黙ってるんですかって話、どう思う？いや、いいんじゃなくて自分どう思う？いや本当にいけないです。だってはっきり言って、それだったら砂辺行って、砂辺の海岸行ってね、あそこ行ったら分かるでしょ、うん、どんだけのスポットなのかって。1階に1階全部駐車場でしょ。1階全部駐車場。日本人住んでますか？砂辺住んでません。ほとんどあまりいません。ほとんどいないよね、はい、そして1階まで部屋がある、部屋あるないマンション全部1階駐車場だよね。ほとんど下駄ばっかりです。なんで1階なの？なんで1階作れないの？そう、夜中に歩くんだもん。うわ、俺も何度も見たよあそこ。だってあそこ砂辺ってところね、北谷町砂辺ってところは米軍が最初に上陸した地点で、すごい死者出てんだよねあそこ。日米双方合わせて数万人死んでるわけですよ、1日2日で。でもその間にも何やってたかったら、上陸する前から那覇に向かっては艦砲射撃してたわけだよね、はい、恐ろしいよね。でもそういうところが心霊スポットっていうんだったらまだ100歩譲ってそうだと思う。でもね、それを言うんだったらはっきり言います、沖縄戦での全死合わせてもごめん、東京大空襲で東京23区内で死んだ方の数に及ばないんだよ、うん、だったら東京23区全部心霊スポットだよ、うん、だよね。そうですね、ほんとね、こういうのに、ね、ちょっと許しがたいんでね、ちょガンガンもうそのね、もうこれ同じツイキャスで流れてますから今言いますけど、エビゾーってやつですね、なんか AB ゾー、アルファベットで AB にクラッと書いてエビゾーって言うんだけど、これこの人間に対しては旦那こんなのもあれだろうな、携帯卵、携帯王子、はい、あいつはこんなアヒル口の真似みたいなで、僕は僕も変身者だから僕はいいって思うとか言うんだろうなって思う。そんな感じで CM 怒ってるよマジで。俺これマジで怒ってる。そう、チャビーさん、そう、漢方のクエヌーシーさんね、本当にやつこれ民謡になってるけどさ、はい、ちょっと分かりやすくね、ちょっと言ってみました、わざと。シュガーローブの戦いね、それも裏添え、そうだから、でも分かりやすく裏添えって言いましたしね。シュプリームシュプリームのチャビーさん、どうもありがとうございますね。シュプリームシュプリームは飯島達中の形も漢方射撃の影響、あれはね、漢方射撃だけじゃなくてね、とどめさしたのは戦後のあれだから、爆撃訓練だから、あれはそうなんですか。俺写真で見て、俺もそう思ってたんだよ。漢方でも影響は影響あるよね。それならあそこまで細くならない。高松マリーさんね、ちょっと見てきました。全然懲りてない。シュープリームシュリンプさんで、ガンガン叩くって、うん。これ俺の配信じゃないんだからね。ここに何百人来ようが俺のでプラスにはならないんだから。うん、ガンガン言うよ俺これ今日は。はい、そういうわけでね、CM 終わっておりまして、後半行きまーす。そういうわけでね、やっぱりね、しかもなおかつね、続き、どんなことがあったのかっていうのね、もう一回まとめて言いましょうね、はい、ツイキャス、この番組もね、ツイキャスでも流れてます、ユーストリームでも流れてますけど、はい、そのツイキャスの配信者に AB 像、アルファベットの AB とクラって書いて AB 像って名乗ってる方がいらっしゃるんですけども、この方がね、何をやったのか、平和の礎とか、それから陸軍病院第20号、ハエバルにある、はい、そこに行って心霊スポットだ。もっとひどいのは、これ本当にね、俺見て腹立ったんだけど、ハエバルにあるその陸軍病院第20号っていうのがあって、そこの公園があるんだけど、そこでね、戦後よ、戦後復帰前に800人の子供を沖縄の人が生贄にしたって配信してる、うん、知ってます？これこんなんある？ないですよ。だからいろんな、なんか人から言われて、しかも夜中にだよ、公園に入って公園の許可取ってるって言いながらろうそくで火つけたりね。ちょっと待って、高齢術って言って内カビ焼いてんだけど、内カビってわかるよね、燃やすあの世のお金ですね、お盆の時とかにね、はい、お焚き上げする、これをやって焼いて高齢術って言ってやってんだけど、
夜の公園で火焚いて公園の許可取ったからそんなあるわけないの、ね、自分は消防法のね消防法にまつわる仕事してるけど、はい、消防同意っていうのは消防署から許可を得てしかもなんかさある消防設備を整えて、はい、しかも自分の土地で焚き火しようと思っても許可が下りないかったりするこの頃ですよ、そうです、今日この頃ですよ、はい、それなのにねあの火を焚いてね高齢術だって、はい、公園などの公共施設では絶対燃やせないです、絶対燃やしちゃいけないです、うん、それでねでもそれだけじゃなくてそこで800人の子供が戦後だよ第二次世界大戦後800人の子供が生贄にされたなんてデマ飛ばしたよこれ海老蔵ってやつがこれ最悪だよね、うん、よくないですね、うんうん、でこういうデマをねでそれ琉球政府から沖縄政府になった時に琉球政府から沖縄県になった時にもみ消したんですよこれとか言ってるわけ誰だこれ、うん、バカなやつがいるんだけどねうんちょっと待ってねあいいいい喋っちゃってはい本当にどういやもうこれは良くないですよ非常に、まあ、特に23日土曜日というのは沖縄県にとって慰霊の日っていう本当に大事な一日なのでそれを前にこういうことされると本当に良くないと思いますよ。何？何？いや、この件に関してはですね、沖縄県民やはり声を上げるべきだとは思いますけどね。このようないたずらっていうのはネットでは拡散しやすいですから。いたずらっていうより悪意があるよね、はい。だって明らかにそんなことあるわけがないでしょ。ないですよ。米軍統治下であった琉球政府っていうのは米軍統治下であったわけだけれども。はいでその間に800人の子供を生贄してたとかはっきり言います800人も子供いないよそんだけ集めるの大変よそのぐらい人が少なくなったわけでしょ、はい、例えば沖縄戦っていうのはすごいことに1万人以上の北海道の兵士死んでるの亡くなってるの知ってる1万人ですか1万人超えてる北海道から来た兵士が、うん、だって北海道ではこう言われてるんだもん北海道の6分の1の若者が沖縄で亡くなったってのはこれ北海道の常識だから第二次世界大戦の時に太平洋戦争の時にだから皆さんもね平和の礎行ってねやって行ってね見てきてください、うん、北海道のね兵隊さんねじゃあ北海道の兵隊さんがねきっとね沖縄の人に悪いことしたんだとかね思う人いるかもしれませんけど違います沖縄戦が始まるわずか1週間とか2週間前にサイパンとかテニアンとかその南方戦線あと福建省とかの中国の南方戦線、はい、台湾とかそこから引き上げてきた北海道の兵隊さんだけ船から下ろして北海道の兵隊さんを置いてそこに内地の北海道人も内地っていうから、ね 北海道ね、北海道の人間も、はい、俺も北海道生まれだから俺のおじさんがだっておじさんがうちのおばあちゃんのねだって弟がこれ亡くなってんだからはっきり言うけどそれで北海道の人間と沖縄の人間を見捨てたんだよね全部、うん、正直、はい、恐ろしい話だよねで最前線で使っちまえっていう考えです、ね、そういうことそういうことそれでね内地のねそれ以外のところころ嘘だと思ったら見てください一番少ない県がどこなのかったらもう首都圏全然少ないですからもうそれ以外のねあの県まあ正直言っちゃいましょうか、まあ、俺も今日もねいつもまあ酒飲んで配信このね放送やってますけれども言っちゃいますけどね、まあ、この前の番組ももっと政治色強いこと言ってるから俺もねたまには強いこと言いましょうすごいこと言いましょう、ね、その当時の内閣だとかを形成してた人間の中に北海道出身とか沖縄出身っていたと思います？いないです。いないでしょ、はい、だから内閣を形成してるところの県の出身者だけ沖縄で県での沖縄県での選手はめっちゃ少ないんだよ。知ってた？恐ろしいでしょ。で1万人超えてるの北海道人だけよ。あとみんな28人とか50人とか580一番多くても1000人とか580人とかそんなもん。北海道だけ北海道の兵隊さんだけそのなんか見捨てられたんだよ。圧倒的に数えちゃうんですね。だから北海道人とそれから沖縄のねうちな もう俺はうちなとしては20もうわずか23年だけれどもうちなの人は怒っていいと思いますこれは、うん、本当に。しかもねうちのねおじさんはその大おじさんねうちのおばあちゃんの弟ですから亡くなったとこは糸満の国を知ってちゃんと分かってる。あそこまで分かってる。なぜ分かるか分かる？ええまあそうですね軍隊ですからなんかタグとか違う違う。だってタグなんて沖縄日本兵ないじゃん。あまあそうですよね。なぜ国を知って亡くなったか
を糸満市国吉で亡くなったか分かるか分かります？全滅した部隊に違う、それは助けられ、はい、あと戦争が要するに沖縄戦停戦の36時間前に、あと1日半よ、1日半生きてたら俺親戚一人多いし、今もっと多かったかもしれないね、子供とか作ったら。当時24歳よ、24歳の王子さんが沖縄で亡くなった時に何して亡くなったかったら、沖縄の家族を2家族助けたんです。その家族からお礼の手紙が来たから分かる、沖縄の国吉で亡くなったって、ありがとうございますって。うわぁ、これはちょっと、あなたの弟、うちの、ね、おばあちゃんに届いたわけ、あなたの弟さんが私たちを助けてくれたからです、はい、どこどこで戦死しました、亡くなった時どうやって亡くなったんですかっておばあちゃんの問いに対してどうやって答え、なんて答えが返ってきたと思う、これはちょっと想像つかない、弾丸の入っていない自動小銃を持ってみんなに、あそこ一回燃やされた壕って煙が出て、お墓、キャレン放射器で焼かれたお墓って煙出てるでしょ、あの煙出てるとこはもう一回焼かれないからあそこに逃げろって言って、自分たち逃げろって指示して自分は米軍に特攻して突撃してった、それで亡くなって、ダダダって撃たれてるのみんな見てるから、だから沖縄の国吉の水汲み場のすぐそばで亡くなったってことを俺は知ってるし、おばあちゃんも知ってるし、数年前におばあちゃん来た時にね、まだ生きてるんで、はい、おばあちゃん連れてね国吉ってとこ行きましたよ。だから戦争美化するわけじゃない、はい、戦争クソったれだと思ってる、もう戦争は最低の行為だと思ってるから俺は、はい、だからもうそういう、俺も俺自身もやっぱり自分のね、王子さんってことは自分の血の血と同じ4分の1流れてるわけじゃん、はい、それがやっぱり沖縄戦で亡くなってるってのはやっぱり許せないし、そうやって見捨てられたってことに関してはすごい許しがたいと思います、うん、まあ、残り1分になったけど、まあ、どんな感じでしょう今日のは。いやもう本当に、沖縄県民としてはこういたずら心で、こうやってなんか生やし立てられるのも嫌なんで、うん、本当にこう全国の皆さんにちゃんと沖縄戦で何があったかっていうのを知っていただく必要っていうのを本当に感じますね。そうだよね。それともう一つ、我々が、我々沖縄の人間、うちなんち沖縄県民が、あの聖地だと思ってるとこありね、清らかなところだと、そこはもう記念、ね、はい、祈る念のね、記念する場所だと思ってるところを勝手に遊び半分で心霊スポットにしないでください。本当に心霊スポットにしないでください、海老蔵さん。そういうことです、この、ね、配信は、ね、ちゃんと、ね、残しておきますんで、ツイキャスの残ると思いますんでね、本人にこれが届いて本人の猛省を促します。そういうわけで今日もありがとうございました。アニマニキのクールジャパン沖縄でした。また来週、まったのー。そうだ、今日はヘビーな話でございます。本当です。うちのおばあちゃんにその手紙届いた、手紙ちゃんと俺コピー取ったの、ちゃんと未だに私持ってます。はい、そういうわけでね、シュープリームさんどうも、チャビーさんどうもです、タコマツマリさんどうもです、皆さん10名の皆さんありがとうございました。ツイキャスで見てくださった方、あとユーストリームで見てくださってる、今日ユーストリーム流れてない、すいません、ちょっとユーストリームがちょっと調子悪かったみたいで、ツイキャスの方であんまり見てないんだよね、でもねそういうわけで皆さんどうもありがとうございました。また来週、またのーっていうか、もう今日でも俺だから、なんで俺が沖縄